グラフィックデザイナーをやっております平野と申します。まあ僕は普段からそのデザインをやっているので、まあ、今回そのキュレーターである矢ヶ崎さんから、声掛けいただいたっていうことは、まあ、デザイナーとしてこの展覧会を、まあ、ビジュアルを作ったりとか、まあ、普段からそのそういうお仕事をさせていただいているんですけども、まあ、そういうつもりで、参加させていただいてはいるんですが、まあ、若干ちょっとそこからはみ出している部分もあるかなというふうに思いながら、あの今に至って頑張ってあの協力させていただいてます。そうですね、なんか僕あのすごく印象に残っているというか、まず、まあ、キービジュアルを作るときに、まあ、3人の方、あの生ハムのメンバーの方と、あとまあ金氏さんと、まあ、今回は割とズームでいろいろとやり取りをしている中で決めていくことが多かったんですけど、まあ、普段であれば多分僕があまり足を踏み入れないかなというような、表現のなんていうか奥深さの先というか、あのデザイン的にものを考えがちではあるんで、なんかそこをもうちょっと飛び越えて、なんか面白いものっていうものは純粋に何なのかなみたいなところから、問いかけをもらったりとかしていて、まあ、こういうイメージがいいんじゃないかっていうことも、まあ、具体的に森山さんとかからももらったりとかして、まあ、それをこう具現化していくっていうのが僕らとか、まあ僕も含めて僕らあのアフォーダンスというデザイン会社の中でも結構その勉強になったというか、まあ、あの見れないものを一緒に見ていくために探し出すっていう感じがあの今回関わらせていただいて一番すごく感じている部分というか、まあ、そういう部分がなんか我々の中でも非常に強く感じていて面白いなと思ってます。見どころはもうたくさんあると思うんですけど、まあ、本当になんていうんですかね、まあ、立体作品もあるし、まあ、金氏さんの作る作品もあるし、3人の方々、3人の生ハムのメンバーが、まあ、再録をしていろんなこう、まあ音楽的な音的なこととかももちろんあるし、まあ、あとその、まあ、あんまり言えないんですよね。だからその館内の中で何かこうちょっとこうアクシデント的というかサプライズ的なものとかもまあ体感できるような試作とかっていうか、まあ、そういうアイデアもあったりとか、あとまあ僕らもデザイナーっていう枠なんですけど、まあ、そこから飛び越えて作品制作に参加させてもらったりとか、まあ、子供の書いた文字とかをちょっとまあ書いたりとかもしてるのもあるんで、まあ、実際になんかこれは本当に書いてるのか書いてないのかとかっていうのも会場に来てなんか見てもらったりとかして、なんかこう質感とかそういうのをこう感じてもらえるとすごく面白い。